guys, welcome to my channel. It's Satomi. 皆さんこんにちは、さとみです。今日は、Hawaii trip day 6をシェアします。まあ、day 6って言ってもただ帰ってくる日だけだったんですけども、まあ、本当にちょっとだけ撮影したのであんまり、まあ、撮る余裕がなかったというか、もう電池もなくなっちゃったりして本当に全然撮ってないんですけど、よかったらご覧ください。 Let's get started。 本当に短い映像、2分もない映像だったんですけど、見てくださってありがとうございます。まあ、この日は本当に帰ってくるだけで、朝結構早かったんですよね。朝7時半くらいにはカネオヘの友達の家を出て、エアポートまでちょっと向かいました。で、この日、前の日かな、この日はすごい雨降ってて、カネオヘってすごい山がいっぱいあるので、そのね、滝なかなか普段はないんですけど、滝が結構いっぱいありました。細いんですけど、なかなかああいう映像見られ映像じゃない、なかなかああいう景色って見られないので、すごいちょっと感動しました。で、友達に空港まで送ってもらって、今回帰りはスクートっていう、シンガポールの、LCC ラインに乗って帰ってきました。行きはエアアジアというマレーシアのラインだったんですけど、帰りはスクートで帰ってきました。で、スクートの、映像とか、なかなかもう電池切れちゃってて、撮影ができなかったんですけども、ちょっと感想を、言うと、なんて、正直エアアジアよりめちゃめちゃ良かったです。スクートの方がすごい良かった。まあ、機体も結構なんか新しめな感じで、最新っぽい感じが出てて、で、なんて言うんだろうな、窓の変な下ろすやつもあれがなくって、ボタンでポン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 って、なんて言うんだろうな、影にするか明るくするかっていうのがボタンで操作できる、しかもボタンっていうかタッチボタンみたいなので操作できるやつでした。で、あとは結構フライトアテンダントのアテンダントの人たちも結構親切だったし、丁寧だったし、あとは席が結構ね、なんて言うんだろうな、結構空いてたりして、一人で3席なんか使えてる人もいたし、で、私たちは3席の
列だったんですけど2人だけだったので、彼が、もう一つの空いてる席に足を乗っけてっていう感じで結構リラックスして帰ってくることができました。スクートはすごくいいなと思ったし、また使ってもいいかなって思ったんですが、なんと、ハワイ便がなくなるみたいです。残念ながら、友達もみんなスクート使って日本に遊びに来てくれてたんですけど、で自分らもあこれからスクート使ってハワイに行けるねみたいな、いいねっていう話だったんですけど、スクートはハワイ便なくなるみたいです。残念なので、まあこれからは何を使うか、エアエイジア使うかな、わかんないですけど、まあ JAL だったり ANA だったりハワイアンだったりデルタだったりアメリカンだったり、まあいろいろ使うと思います。はい、でまあスクートの話はそんな感じで、今回はハワイで買ったものはあんまないんですけど、ちょっとだけ紹介します。すっごい1個だけおすすめがあって、まずですね、これ見えるかな、わさびピーズ、これね、豆です。豆のお菓子です。でわさび味でなんですけど、これはハワイ、まあそのアメリカでしか売ってません。これアメリカのブランドだと思うんですけど、日本でこれすっごい美味しくて、結構ねスパイシーなんですよ。結構鼻にツーンってくる時があって、だけどもう止まらない、もうめっちゃ美味しいです。もうね今回行ってとりあえず2袋ウォルマートに直行したんで、とりあえず2袋買いました。でも本当はもっともっと買いたかった、6袋ぐらい一気に買いたかったで、これは、ウォルマート、アラモアナのウォルマートとか、あとはドン・キホーテで買ってました。そうよく食べてて、そう今回も絶対買おうと思って買いました。そう今もう1個しか残ってないんですけど、まあ、じっくり食べていきます。結構スパイシー、鼻にツーンとくるので、はい。で次はこれだな、ディオドランド、これ男性ものなんですけど、両方とも男性と男性用で、女性用ももちろん売ってるんですけども、私女性用のディオドランドの匂い全部なんか嗅いでみたけどあんまり好きじゃなくって、あんまりなんかそうフルーティー系とかあんま好きじゃなくって、で結構男性用のでいい匂いがするんですよ。なのでそういつも彼とシェアして使ってるし、別に女性ものも男性ものもどっちでもいいやって感じなので、匂いがやっぱりね一番なポイントなので、この男性用のディオドランドを、買って、いつもそうハワイで買ってたんで、ハワイでは使ってたんですけど今回も買ってきました。でなんでまあ買ったかっていうと、まあ匂いがいいっていうのもあるし、日本だとなかなかいいディオドランド見つけられないんですよね。あんまり種類もないし、でもアメリカめちゃめちゃあるんですよ、女性用も男性用も。そうで、そうなかなか日本だといいディオドランド見つけられないので、この男性用のやつを買ってきました。であとはまあ化粧品ですね。日本でも全然買えるものなんですけど、メイベリンのマスカラとか、これはもうずーっと愛用してます。これもうこれ以外多分使えない、まあいいのあると思うんですけど、もうずーっとこれ愛用してます。で日本で買うより安いかはわからないんですけど、レートの関係で今はそうだけど、とりあえず行ったので買ってきました。まあこれは日本でも買えます。あとはまああとはファンデかな、リキッドファンデとか買いました。
まあ、これあんまり別にそんなに進めるわけじゃないので、あんまり見せてもしょうがないかなと思うんですけど、ファンデはなんでかっていうと、やっぱり日本だとカラーが少なくって、でやっぱりアメリカって人種も豊富、いろんな人種がいるので、いろんな結構ファンデーションのカラーが豊富で、そうで日本だとなかなかいい色が見つけられなくって、で私やっぱりハワイに住んでて日本に帰ってきた直後とか日焼けしてるし、本当にね色がなかったんですよ。なので困っちゃうから、まあもうちゃんと、まあ引っ越してくる前に色ちゃんと買ってきてって感じで、今回も一応また買ってきました。そう、あとはまあコンシーラーとか、これロレアルかな、ロレアルのコンシーラーとか、まああとはファンデとを買いました。まあそんな感じです。でまあ一番本当に紹介したかったのがこのわさびピーズなので、ちょっとね買ってきたものをご紹介させていただきました。はい、でまあ今回は本当にLCC ラインで帰ってくるのもあって、荷物はあんま増やせなかったんですね。なのであんまりいろんなものは買ってこなかったんですけど、そうですね、普段はまあ結構いろいろ買ってきたりもするので、また行って買い物してきた際はご紹介したいなと思います。今回も最後まで見てくださってどうもありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。 Thank you so much for watching. I will see you guys in next video. Bye!